こんにちは、切り絵画家久保修です。10月といえばハロウィンですね。今回の教室はハロウィンのこういったものを作ってみたいと思います。ここではこういうふうにいつものように切っていくんですけど、面白いのはこういうふうに全部切らないで飛び出すようなコウモリが飛んでるようなイメージと、実は後ろ側からこう飛んでるような、こういった面白さを表現しています。いつものように下絵のコピーがあります。そして切る黒い紙も1枚用意しています。これは、いつものようにまたこれも半分に折って使います。これを今度は、またいつものようにこう広げていきます。白の余白を少し、テープを留める白の余白を少し残しながら切っていきます。こんな風に、白の余白を残します。切る紙の上に載せます。で、いつものようにまたマスキングテープを使って留めていきます。マスキングテープを留めるときはできるだけたくさん貼ってもらう方が、上の下絵と下の黒い紙とがずれなくて済みますので、惜しみなくテープは使いましょうと言っても、私少ないですからね。もうちょっと貼りましょうか。はい、このようにして、テープで留めて準備ができました。いつものように白の細かい部分から切り抜いとっていきます。紙はどんどんマットの上で切っていって、上から下へという気持ちで切っていきましょう。できるだけ細かい白い部分を切り取っていくようにします。で、出てるかどうか確認ドキドキします。それだけ細かいところと言いながら、私はついつい慣れてるもんで、比較的白の大きい部分を切っていってしまいました。で、このように白いところがこう残ってしまってるんですけど、気にせずに切って、一番最後にこの白いところも気になるようでしたら、もう一度ナイフを入れてきれいにするという風にしたらいいかと思います。あ、白が残ってるとって途中でやってるとなかなか前進まなくなるので、ここの投手のこの縁の分のこのところのこのラインですね、こういうのとかこういう曲線を切るときはナイフの刃を入れたら、できるだけこうスタートしてナイフを抜かないで少し動かして、こういう風にして切っていくと線がきれいに切れます。途中で抜くとギザギザになってしまうので、それだけカーブの線の場合はこういう風にずっと一回入れたら頑張ってこういう風に切りましょう。そうすると意外と線がきれいに切れる。ちょっとあえてしますけども、こういうふうに自分では切ったつもりですけども、こういうふうになってしまうことがあります。これはナイフの刃がこう交差してないということなんで、気持ち程度こうナイフの刃がちょうどのところで止まるんじゃなくて、少しこう切れ目が交差するように切ってもらうと、ここがきれいに取れると思います。もしこういった場合は無理に引っ張らないで、もう一度ナイフの刃を入れます。で、こういうふうに取ってください。裏から見ると、今ほとんど切れましたね。中が切れて、今度は外回りにいるコウモリなんですけど、先ほど言ったここの帽子のところの縁が気になるようでしたら、もう一度ナイフの刃を入れて、丁寧に。こういうふうに切ってみる。それでも白が少しくらい残ります。でもそれはあまり気にしないで大丈夫です。消えました。もう一つ上の方にコウモリがいます。
このコウモリは、ここのコウモリは、ただ切り抜くだけではなくて、ちょっと面白い遊びをしてみたいと思います。ここはこういう風になりましたけど、これは決して切れてないのではなくて、あえてこれはわざとここのところの角っこのところを切らないで置いておきます。飛んでるように見せるためにわざとこういう風に残します。で、今一応これで全体は切れました。では剥がしてみます。こういうふうにちょっと飛んでる感じになる、ありますでしょうか。こういうふうになりますね。で、そうするとこれだけこっちでやったら面白くないので、もう一つ今度は裏にも面白い遊びをしようと思います。これはペンでちょっと描きますね。今度は横からこういう風に出るんですけど、なぜか白いペンがちょっとついちゃいましたけど、ここはじゃあ黒く塗りましょう。これもあらかじめ下絵を描いておいて貼ってもいいかもしれません。見えますでしょうか。こうちょっと飛び出した感じになります。で、こういう風になると、で、これだけでは終わるのは面白くないので、実は今ここにかぼちゃのこのところにランプがありますが、このランプを使って飾りをやってみたいと思います。こういった小さなランプが100円ショップなどで売ってるかと思いますけども、これをですね、こういう風に乗せちゃいます。そうするとなんか雰囲気が出てくると思うんですけど、花火の明かりを少し追い目に入れるとこういう風に浮かび上がると思います。はい、このようにハロウィンの切り絵ができました。いかがでしょうか。こういったランプも簡単に手に入ると思いますので、10月のハロウィンを切り絵で楽しむというのもいかがでしょうか。この動画がいいなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。